ベルドラ様、これは約束の分、1回目です。ディアブロよ、貴様はなかなかに義理がたい男のようだ。ディアブロ、お前は食べないのか？情報の対価としてお支払いしたのですから、気遣いは不要でございます。情報？あ！なんでワルプルギスで決まったことをディアブロが知ってるかと思ったら、何回分で情報を売った？1回、2回、3回だな。雑事の最中でしたが、ベルドラ様より戻ってこいと連絡があったのです。我は用事を思い出したぞ。まあ待てよベルドラ君。待て、話せばわかる。わかるか、人の仕事を邪魔してんじゃねえよ。プリン没収。ハルナさん、しばらくベルドラのおやつは抜きな。あ、ひどい、ひどすぎるぞリブル。なんもやる気しない。